から散歩してみたいと思います。那智といえば那智の滝です。行ってみたいと思います。ちょっと歩いていけないんでバスを使いましょう。今通勤が乗っております。そうですね、現在地那智さんはここですね、那智の滝。しかし外はあいにくの雨です。すごい駅名なんか神社みたい。これが那智駅です。こんな感じですね、那智駅。なんか建物がもう神社風ですね。これですね、3番乗りの那智さん駅。これですね、あれが那智さんへ行くバスです。来ました来ました、那智さんと書いてあります。じゃあこちらのバス乗って那智の滝見に行きたいと思います。幻想的な風景になっております。めちゃくちゃ山深いです。そういう景色になってきました。これが那智の滝です。これがすごい滝ですね。これが那智の滝です。山深いですね。これは那智大社参道入り口ありました。こちらでございます。これが那智大社の参道になってます。じゃあ行ってみたいと思います。入山心得書いてあります。持ってきたもんは全部持って帰ってよ。残していいのは足跡だけだよ。那智詣やってまいりました。今参道を歩いております。那智田を歩かないと那智大社には行かれません。まだまだ上はありますよ。結構上ですね。これなんだかんだ言って舐めちゃいけないですよ。これ雨なので一歩一歩が厳しいです。今ここでくじけたらパワーいただきません。来たぞ来たぞ、本当にすごい山の上だなこれ。来たぞ、すごいすごい鳥居だ。そしてこの雲海、雲の上だぞ。来たぞ、行くぞ、熊野那智大社来たぞ。おお、手水舎、令和進化系お願いしますよ。こっからの一歩が大切になってくるよ。来たよ、雲にかすむ大鳥だよ。熊野那智大社、熊野三山の一つです。今日は熊野三山を巡りますからね。まずは1社目、那智熊野大社やってまいりました。雨にも負けずこの一歩を踏みしめて来ました。うわすげえ、うわすげえ、やってきました。したいと思います。お願いします。ああ素晴らしい。じゃあちょっと御朱印に行ってきますか。御朱印待ちです。うわこれすごい、すごいなこれ。これもクソすごい。やつですね、例の鳥。あ、この鳥ですね。鳥を祀ってるんですね、これは。お願いしますね。お願いします。これね。あ、すごいな、立派だな。すごい立派ですね、やっぱり。先の方行ってみましょう。来ました。いや、すごいこの手水、運命の水です。那智の大滝の水源だ。西岸都市ですかね。こんなになるってあれですね。超達筆ですね。こんなにいただきました。さあ次はいよいよ滝を見に行きますか。滝とご対面です。うお、見える見える。うわ、すごい。これか。なるほど、すごいわ。これだ。下へ行くようですね。これこれこれ。これですよ。ですね、求めて出会いはこれぞパワースポットです。しばしこのパワースポットの景色お届けします。どうですかこの感じ、素晴らしいじゃないですか。この雲がなんか湧いてきた感じがもうなんか神秘的、もなんとも言えない。これいや素晴らしいな。いやすごい幻想的。この自分と中行ってますか、せっかくなんで。おお、はい、こっちをペランとこですね。おお、おお、すごい。おお、ちょうど穴が開いてる写真撮るように。うお、すごいすごい。あそこにしめ縄がある。すごい。おさしさん出てきますか、せっかく来たんでね。ありがとうございます。本当。じゃあお願いしますね。記念撮影所ってのがあるの、記念撮影所ってな。ここっすかね。素晴らしい。素晴らしいとこだな。すごいな、この山が。足元がめちゃくちゃ悪いぞ。これは登山口に来た方がいいレベルの石段だぞ、これは。かなり足元が悪いです。上から滝へ向かうときは気をつけてください。これ足元がかなり悪いですよ。那智の大滝。よいしょ。すごいっすね、石段が。これか、滝が御神体の神社か。そういうことか、滝の御神体の神社ですね。すごいわ。本当に御神体滝だ、ここ。すごい神社ですよ、ここは。じゃあお参りしたいと思います。滝が御神体の神社です。お願いします。この水が一番すごい。4メートルですね。すごいですね。圧倒されます。お滝の水ですね。いいでしょう。さあ、すごいところです。よいしょ、やってまいりました。いや、すごいそうできますよ。これですよ、マイナス4ですよ。すごい、すごいです。ということで、今日は那智駅から散歩しました。神社を回り、そして最後はこの滝出会いました。パワーをいっぱいもらいました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。